昭和の奇跡、昭和新山。なんかあれだよね、雲仙の平成新山よりも新山って感じだよね。緑とのコントラストがすごく綺麗だよね。あれは綺麗だわ、うん、後ろの青空とちょうどいい感じで、ね、お前も撮りますか、せっかくなので。あそこでなんか盗撮してる人がいるわ、これ。ああ、大丈夫です。いきます。はい、ポーズ。でん。OK。足はとりあえず大丈夫です。また戻ってきたときにでも、で、天気悪くなってるでしょ。あれかな、遊覧ヘリ。そうじゃない？ 6 分コースとか12分コースとかは分かんないけど、そうでしょ、これ。うん。こっちの方まで回るんだ。すごいね、昭和新山とセットってのがいいですね。うん、じゃないの？ロープウェイあっちか。ロープウェイこっちじゃねえんだな。こっちなわけねえか、そら。そうね、ああ、あるじゃん、下が。雲はどこだよ。雲はロープウェイ乗った先とかじゃないよね。いやー、どうなんだろう。どこに書いてあったの？ウスザンロープウェイ、ウスザンロープウェイってロープウェイカードあんだっけか。あ、じょ、あ、出た、聞きました。あの、始まった。ウスザンロープウェイ、ロープウェイカードあるのかな。まあ、聞いてみればいいんで。あ、あるっぽいぞ。ジオカードをもらうの？ジオカードをもらうよ。当たり前でしょ。ロープウェイカード、あ、ありますね。はいはいはい、あります、あります。まず食べる？まず食べる？だって1、とりあえずジオパーク行こうや。さっきソフトクリーム食ったからじゃないの？あ、俺に聞いてんのか。ジオパーク
ほら、2000年の噴火って書いてあって。だお前が生まれてからだよ。お前が11歳の子でしょ、うん、ってことは俺が20いくつ、いくつ足し算できる、うん、だ俺が20代中盤の頃でしょ。でも結構前からどんどんやってんだね。最終的に昭和新山として名前ができたのっていつなんだろうね。書いてあるのか。いやでも元々明治新山だったの？書いたね。ってこと？ああ。あ、噴石だ。うん？あ、溶岩ピザか。うん。あれ、ここひょっとしてジオカードはいただけない感じか？ウソダンジオカード、いい感じかな。在庫切れってなってる。あら残念。意外と人気だったのかなこの辺は。うん、さようでござんすか。じゃあ、なんか食いたいのね。うん、やってんのかな知らん。うん、それは外すよ。いや、外すよ。じゃあ、とりあえずなんか相方がメシ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 うるさいんで一旦中断です。